DBBF3 回戦始めてください。はい、どんかくです。ということでね、今回は第7回 DPCS セカンドアニバーサリー大会サブイベント DBBF3 回戦の方実況解説していきたいと思います。まず左側、先行がソウスケさんですね。ヴィランを使用していきます。ちなみにこのヴィランはですね、ステイン中心ではないので、純粋なデッキ破壊のヴィランとなっています。しがらきの効果でエクストラを早速2枚落としていきましたね。かなりいい滑り出しだと思います。一方右側、こちらチアを使うミーちゃんですね。ということで今回は第7回 DPC セカンドアニバーサリー大会を制したチームメイト同士での戦いとなります。足動を出して、お茶子ですね。さあ、お茶子の効果発動せず、プルスウルトラ無限でしがらきで攻撃、しかしキャンセル。効果でワンドロー。さあ10点なので、足動で超えることができますね。足動アタックして良さそうですね。足動アタックで、効果、1努力払ってプラス4点で10点で攻撃、はい、取りました。さあさらにお茶子で攻撃して良さそう。お茶子で、攻撃時にと葉隠れかな、あ、ついちゃんつきましたね。これで10点しがらきに攻撃ですね。さあ6以上ないとができないんですが、はい、ここで3リキャンセル。さあすごいキャンセル率がいいですね。手札のヴィランを1枚捨てると2枚ドローすることができます。はい、1枚捨てて2枚ドローしました。さあこれでターン終了ですね。さあかなりソウスケさんペースですね。エンデバーを出した、覚醒してエンデバーですね。覚醒したのは打点を上げただけだと思います。エンデバーでお茶子に攻撃。あ、9点あるので、9かなんか1枚つけれれば十分超えられますね。はい、これで空気をつけました。これで2枚3にトラッシュで、これで12点は防げないのでダメージを受けます。さあ、さらにノームでアタックするときに同じくサポートしそうですね。して良さそうですが、あ、しなかったです。はい、しないでアタック。さあ、どんどんダメージとデッキ破壊を進めていきます。一方右側チアはね、クリティカルも上がるので、なんとか、ダメージを与えてね、ダメージ差をつけていきたいところなんですが、先ほどはキャンセルされてしまっているのでちょっといまいちかなという感じですね。さあ、お茶子を出します。今回お茶子の効果使っても良さそうですが、使いました。はい、努力3を払って相手のキャラ1枚をデッキ下に送ります。さあ、これでクリティカル2の山桃でアタックしていって良さそうですね。さあ、山桃でアタック時、チアをサポート、これによってワンドロー。さあ、日郎の効果でワンドロー。でこれでチアがサポートしたのでクリティカルにプラス1されてます。これで10点でノームですね。ガードする手段はないので、はい、行きます。2点。さあ、キャンセルさあ、ちょっときつい。キャンセルしかしない。キャンセルしかしないとちょっときついですね。どうしてもね、キャンセルした分だけ差がつくゲームなので、こうめくる系のゲームはね、どうしてもそういう運要素が強く絡んでくるので、まあしょうがないかなと思います。さあ、ソウスケさんとかになりました。あのノーム正直邪魔になってきてるんじゃないかな。もっと早く破壊される予定で出してたような気はします。さあ、ステインで全破壊できますね、これ。ステイン出して良さそうですけど。はい、出しました。効果で相手のダメージ2枚を裏向きにして、これで、自分の、パワーより低いやつ全てを破壊します。さあ、さらに隣に、なんだっけこれ、ヘッドギアだったかな、こう出していきました。さあ、これでシングルアタックするので相手2枚をトラッシュ。でさらに1点ダメージ。
さあこれデッキ破壊以前に普通にダメージで勝っちゃいそうですね。さあさらに相手のデッキを2枚破壊、そして1点ダメージ。さあみーちゃんかなり追い込まれてきましたね。先ほどはキャンセルはしたもののもう4点。さらにこのチアデッキね、実は覚醒が入っていないのであまり4点になっても嬉しくない。一方相手のダメージが1点なので、チアデッキとしては本当にここからどんどんダメージを与えていかないときついんですが、手札にヤオモモがいないですね。さあ考える、ハガクでプルスウルトラで、プルスウルトラでスイにアタック。さあさらにキャンセルした。ソスケさんすごいですね、1点しかまだダメージ受けてないです。いやーこれはもう決まったか。アタック時に効果でリード力払って、プラス友情2しました。はい、黒の1点はさすがに入ります。これで終了ですね。さあもうこれは完全に、あ、ソスケさん自分のターン入って2ドローするの忘れましたね。さあキャンセル、ヘッドギアでアタックだけしました。さあ相手のデッキの枚数かなり減ってきましたね。あと本当にあと数枚ですね。これはデッキ破壊した状態でアタックして勝ってしまうような気がしますね、完全に。さあもうデッキにヤオモモが残ってないですかね、これ。手札見てる限り塩崎とハガクレしかいないので、難しいなこれ。さあ潮崎を普通に出しました。本来だったらサポートとして出してヤオモモの効果で上に乗せたカードをドローしたいカードなんですが、ちょっと今回は妥協というかしょうがないですね。普通に出していきました。そして3枚キャラを選択してデッキの上に置きます。まあ、7点っていうのは強いんですけどね、どうしてもデッキの上がキャラで固定されてしまうのでうまく他のカードを使わないと、ちょっと使いづらいようなカードになっています。さあここ1点は入りました。さあ7点同士、さあ受ける、はい、これも入りました。さあ一気に4点前ダメージを与えた。しかしもうここ手札にしがらきがいるので一掃されますね。これはステインでも一掃できますね。どっちで一掃するんだろう、どっちでも良さそう。しがらきの公開デッキ破壊をしたければステインで一掃してしがらきで3枚デッキ破壊してアタックっていうのがかなり強い動きに見えてきます。考えてますね。しがらき一掃かステイン、あ、ステインで一掃しますね。ステイン隣にしがらき出してから一掃すれば、あ、しがらき出しました。効果で3枚、そうですね、これで邪魔になったしがらきを取り除くことができますね。あ、しかしステイン効果使いませんでした。おそらく潮崎は破壊できないので破壊しなかったのかなと思います。さあこれで1点、はい、ダメージ入ります。これでハガクレが破壊、これで終了ですね。さあついにデッキがなくなった。ラスト1枚がヤオモモ。さあ潮崎が残っているので潮崎でデッキ回復もできないですね。さああとダメージ1点以上入った瞬間にソウスケさんの勝ちが確定してしまう。さあしかしここクリティカル合わせれば3点が出る。さあこれで9点クリティカル2でステインに攻撃。お、しかしキャンセル。これは笑うしかない。さあ一応10点でダメージ1点は投資に行きました。さあキャンセルが出なければねみーちゃんの勝ちだったんですが、残念ながらキャンセルされてしまいました。ラストダメージさえ通ればもう勝ちです。まあ手札ね、塩崎2枚なので、まあ、ほぼ確定で勝ちでしょう。さあステインでアタック時、サポート3なんか出して、あ、もう高アタックしましたね。12点でヤオモモです。はい、これで
はい、残念ながらサポートすることができないのでこれでブレイクということで、第7回 DBC サブイベント DBF 第3回戦の方は、ミランを使用したソウスケさんの勝ちとなりました。ということで次回第4戦もお楽しみに。